前回に引き続き海での修行をお届けします。はい、じゃあトレーニング2つ目どうぞ。ドリブルです。これは、はい、これはボールが6つ並んでるので、その間をジグザグでドリブルをしてください。はい。ルールが1個あります。何でしょうか。このボールを倒してはいけません。うわ。でも早く行ってね。できる。いや、苦手なやつ だ。倒れそう。大丈夫。頑張ります。さっき持ってたけど、こうやって。いや、倒れないよ。ちょっとチョンってしただけで倒れちゃうからはい。だからボールが触れないように、はい、繊細かつスピードアップしていきましょう。はい。さあ行きましょうか。はい。じゃあお願いします。はい。よいしょよいしょ。あー、ちょっと待って砂やだ。ちょっと待って。手手、和尚さんに言われたでしょ。手危ない。手が危ない。じゃあすごいすごいよかった。すごいはい、今の15秒でした。はい、最後です。はい。最後はね、まあ、ずっと岩ちゃんばっかりやってるんで、うん、俺も参加します。おー。で、最後は勝負対決です。勝負なんだ。うん、対決。勝負に対決。お勝負対決です。はい。今からあそこのポールを先に取ったお勝ち。はい。ビーチフラッグスみたいな感じや。うん。で、まっちゃんはドリブルします。おー。スタートは、はい、岩ちゃんは走る。はい。どっちが早くあのポールを取れるか勝負です。うん。わかる。多分普通に考えたら私が勝ちますよね。そうかな。え、わかんない。ただあなたも足パンパンでしょ。そうです。そのハンデはあると思うよ。確かに。ちょうどいいぐらいかもしれない。はい。だからせっかくまあ勝負するなら、うん、何かやっぱりかけましょうよ。お、何がいい。いや、こりゃやっぱ一番のエネルギーであるご飯。ご飯だね。ご飯なると輝くね、顔が。はい、もう食べる大好き。はい。いいね。じゃあランチをかけて、はい、勝負しましょう。頑張る。よし。じゃあ勝った方が、うん、今から言う好きな方を食べれる、奢ってもらえるのかな。お、食べれる。お、にする。いや、ただ飯が一番美味しいじゃないですか。いや、また輝いてる悪い顔で輝いてる。はい。そうやな。はい。で、まっちゃんはね、じゃあ何食べようかな。せっかくの勝利の品だからね、うん、ええもん食べたいね。はい。じゃあステーキ。おお、いいですね。奮発してほしい。おお、いいな。人の金ではい、あのステーキです、はい。じゃあ、ゆあちゃんは何。うん、ラーメン。ラーメンでいい。いつでも食べれるんちゃう。ラーメンが好きなんです。ラーメンが好きなの。はい。あ、そうだったんだ。はい。別に勝負関係なく食べれると思うけどね。いいのね。はい。オッケー。じゃあそういうことで勝負しましょうか。はい。よし、勝つぞ。位置についてよーい。どうした。ごめんなさい、あの、すいません。どうしました。フライング疑惑が。え、どうしました。フライング疑惑が。え、どう、なんでですか。いや、今だって、うん、どうしました。溜めたんですよ。だから、それはもうえってなった。石田さん悪いやろ。よーい。え、そう、ちょっと VAR 見てよ。位置について、よーい、ドン。あー、ちょっと、あれ、
危ねえ。あれ私今、あれ私の方が早かったのにな。負けた。よっしゃー、ステーキゲット。ーラーメンが。さあ終わりましたけど、はい、お疲れ。お疲れ様です。まずはお疲れ様です。お疲れでした。あの、うん、私これで本当に基礎体力、うん、上がったんですか。あ、わかんない。え、これ知らん。え、うん、あれ知らないよ別に。私え、うん、結構足疲れたんですけど。あ、わかる。すっごい頑張ってたよね。はい。んですごい真面目に取り組んでて、はい、うん、知らん。どういうこと。全然そんなことは関係なくて、はい、ただ僕自身がちょっと海の状況とかね、うん、駿河湾の海の状況とかちょっとテトラポットの状況を見に来たくて。あのちゃんと積み重ねられてるかな。あ、まっちゃんが確認するんですか。そうです、一応。お、週1でやってるんで。あ、それに付き合わされたんですね、うん、ありがとうね。だからえ、でしかもそれでステーキゲット。そうです。思わぬ副産物。それは副産物、確かに。いや、ということで、やられた。まあでも、うん、はい、あのいつもと違って、うん、まあ楽しかったです。よかった。それが何よりだね。はい、はい、まあでも今回はやっぱもう選手なしだったんですけど、うん、やっぱり私は選手から教えてもらいたい。なるほど、確かに。はい、またね、いつかね、そんな日がまた、はい、早く訪れてほしいですね。そうですね、うん、皆さんもまた選手に教えてもらえる日を楽しみにしていてください。では最後はあのポーズで締めます。はい、いきますよ。一体感ないでしー。